リースウェイクフィールドはオーストラリア出身の俳優である。1988年オーストラリアのケアンズに生まれる。母親は医療検査員で父親は軍人だった。奨学金を得てニューサウスウェールズ州にあるザ・マクドナルド・カレッジで演劇を学んだ。在学中には学内のシェイクスピア劇に出演したりオペラやバレエといった分野にも挑戦した。2000年には オーストラリアのダンス映画タップドックスで映画デビュー。2001年からオーストラリア国内で放映が始まったドントブレイムメーモにエピソード出演している。2008年の英語合作映画ザブラックバルーンでは主役に抜擢され、同作品はベルリン国際映画祭のクリスタルベア賞を受賞した。2011年には ジェームズ・キャメロンが制作総指揮を務めたサバイバル映画のサンクタムにも出演している。2009年にオーストラリアを舞台にしたブロークンヒルでアメリカ映画デビューもし、それ以来いくつかのアメリカ映画にも出演。アトランタの郊外を舞台にした異色の青春映画プラスワンでは主役を演じた。今後も期待される若手俳優の一人である。ありがとうございます。